皆さんこんにちは、シカキです。ナイフが来ました。黒崎優さんのね、ナイフです。これね、もう、約ね8ヶ月から9ヶ月前にね予約して、で当時半年かかると言われて、それ過ぎてからまたあとどれくらいですかって言ってから、まあちょっと時間かかったんで、おそらく多分ね、9ヶ月、半年は6ヶ月、7ヶ月目ぐらいでね、催促した、連絡して、これね、来ました。いや、待ってましたね。私ずっと待ってたんですよ、これ。使いたくて、使いたくて。嬉しいです。やっと来ました。手紙かな、何だろう。ナイフ、私はね、ナイフギャラリーでね、買ったんですよね。いやー、待ちましたね、本当に。当時、直接ね、黒崎優さんと、メールさせていただいて、楽しみにしますってね、言ったんで、来ましたね。すげえ超いい箱になってる。すごい、何これ、しっとりした箱になってる。じゃーん。あ、待って。こうです。かっけえ。これです。いやー、かっこいい。実はね、私ね、買ったのね、雫1型ダマスカス。これがね、もうね、かっこよくて単純にもうね、外観、うわー、すごい、やばい、これかっけー、すげー、マジで、うわ、すごい、これは。このね、うわ、すごい、ちゃんといい。ハンドルもすごい、やっぱりいいですね。JP シカハンターさんがね、ハンドルすごいいいって言ってたんで。ここも、ピンチングのとこも薄くて、あ、これ、ちゃんと丸みが、あって、そんな角張ってるように見えたんですが、あ、でもちょっと変わってんのかな、なんか全然ね、カクカクしないんで、すごい握りやすいです。小指もかかりますし、私の手にはちょっと大きいかなと思うけど、だからもうちょっと大きいっていうのも全然ジャストフィットすると思います。いや、これめっちゃかっこいいでしょ。やば、わかりますか、これ。ここに書いてるかな、黒湯って。これ、ね、いやー、ちょっと待って、いやー、これは超スーパーシャープだと思いますね。もう切れんのかな、粉末ハイスコア R2 です。ダマスカス、雫1型、名前がね、ちゃんこれがシースですね。ちょっと怖いな、よしと。どんな感じだろう、結構入りますね。こっちのところらへんだか、いや、いい、めっちゃいいナイフ、最高のナイフだ。あ、これ、これね、スタンド、小サンドのスタンドにしました。
まだスタンドっていうか、まあ、中身詰めてないんですが、これいいですよ。ほら、右がちょっと長くて、おそらくね、動画でね、最初映ってるのはこういう角度なんですよ。この時は逃げてたんで、こういう角度でやったんですが、2回目撮った時は、あのね、下を見ながら歩いてたんで、こういう角度だったんで、このしなり具合がね、なんかちょっと違うかなと思ったんですが、それはね、動画のね、映る角度によって、この湾曲あれなんですが、これがね、長いんで、同じ鹿です。これね、ちょっとね、まあ、正式の名前ね、書いてないかな。書いてないです。粉末ハイスコーでダマスカスのマイカルタ A ですね。マイカルタ私も初めてなんで、こういうハンドルヘビーです。うん、完全な。ちょっとね、試し切り。すごっ。これは感動する。最初からこの切れ味マジですごい。あー、これはいいわ。やばい。これはやばい。やったー。めっちゃいいナイフ。これね、私ね、これ、雫1型も、ハンティングナイフ、エゾシカ漁でね、全然いいと思ってるんですよね。買うときに画面で、JP シカハンターさんのは、雫4型かなと思うんですが、私これもね、ハンティングでつく、結構いい感じだと思ってるんで、フォックスリバーをね、ウェブでね、画面をね、同じ拡大、同じナイフぐらいの大きさにして、角度とかね、ここら辺ちょっと、このベリーラインのやつちょっと合わせてみたりして使えるなぁとは思ったんですよ。で、まぁ、こちらがね、私の、もうちょっとね、ちょっとまぁ、フォックスリバー LT なんですが、全然薄いですね、黒崎さんのが。長さはね、長いですね、ちょっと。1センチぐらい長いです。で、これがね、背のラインに、まあ、こうやる、ハンドルの部分ですよね。ハンドル部分に合わせては、こんな感じになるんで、多分、角度的に、そうですね、こうなると思いますから、ってことは、ちょっと使い方もね、どうだろうね。少し大きいかなとは思うけど、デカジカ専用ナイフ、デカジカナイフかな。デカジカにめっちゃいいと思います。で、ここら辺にフォックスリバーのベリーラインが来てるんで、おそらくまあこういって行くから、先端の部分も深いとこ行きやすいから、綺麗にね、セロス行けるんじゃないかな。ただちょっと、まあ、すごい鋭いんで、骨に引っかからない、引っかかる確率はあると思いますが、まあ、このね、やっぱダマスカスですよね。このダマスカスが美しすぎて、これはね、ちょっとここのね、ダマスカスの部分で少し、あれですが、まあ、全然いいです。いやー。これはね、宝ハンティング実用ナイフとしてね、私ガンガン使ってきますからね。ダマスカスかっこいい。うん。超満足のナイフ。かっこいい。ハンドルが完璧。これもしっかり固定されるし、ピンチングも OK だし。これも、これでもいいですね、全然。こういう風に持てるし。ちょっとね、小鹿系だったら、こうやって持って、歯短くしたりし、やって、まあ、デカジカはこう持てるしね。デカジカ私専用ナイフなかったんで、
あんまり、まあ、ブラックジャックとかもあるからいいんですが、間違いなくね使えるよこれ。すごいいいナイフだな。で、それちゃんとこう親指当てやすいから、当ててここねへこんでるから、すごく考えられてますよね。完璧じゃないかなこれ。でこのナイフ私ね、まあ JPC カウンターさんが使ってて、まあでも私はねだあれだなと思ってたんですが、まだねちょっと高すぎるかなと思ってたんで、あのね買う気はなかったんですよ。あの雫4型すごいかっこいいなと思ったんですが、でもねあのちょっとね知り合いのハンターさんがナイフ探してて、こうまあバックリバーとか海外製じゃなくて日本製でね、いいナイフって何かありますかっていうちょっと相談あった時に、まあ調べたんですよ、いろいろしたらやっぱりね黒崎さんのナイフも調べて、これがめちゃくちゃいいなっていうこと で調べれば調べるほど私がだんだん欲しくなってしまったというねことで、もうね注文してしまいました。もうまあ私今年と去年もナイフ買ったっけな、あんま最近ずっと買ってなかったんで、もうまあいいかなってことで一本だけね、黒崎さんのジャパンの、ね、メイドインジャパンのナイフが欲しくて、私はね黒崎優さんのねこのナイフを選びました。めっちゃかっこいいっすよこれ。あの今から予約、多分おそらく私思うんですが、私これ注文したんでね、多分何個かは作ってると思うんですよね、あの多分ね。ただそういう場合だったらもしかしたらもう間近であのね何本か販売される可能性はあります。で今から注文すると、まあ、半年ぐらいでできるんで、いやハンドルがすごいいいと思う。ハンドルがうん、これよりもやっぱ安定感がある。ハンドルヘビーで使いやすいし安心感がある。でこの薄さね、まあ、めっちゃか外観も完璧、実用性も多分全然、もう鋭いからステンレスで錆びないっていうね、超満足だわ。よっしゃ、いいナイフね、黒崎優さん、いいナイフ作ってくださりありがとうございます。大事にね、あのこれからねずっと使っていきたいと思います。次回ねこれで、使って解体してみたいと思います。ありがとうございます。